はようございます。宮下さんからの手紙です。たえちゃんへ。たえちゃんがこの手紙を読んでいるということは、何らかの理由で私はたえちゃんのそばにいないだろう。今日たえちゃんにお願いしたいことが2つある。1つ目は少し長くなるが、以前夏のリンゴルフの動画に出演しませんかという動画を公開したところ、いくつかの応募があった。その中でかなりの実力者たちからの応募があった。プロテストを受けるほどの実力だそうだ。だったらたえちゃんとバトルでもやりながら仲良くなってほしいということで、3名をそちらにお送りしたので一緒にラウンドしてほしいのだ。おはようございます。おはようございます。田辺美里です。お願いします。木村あゆです。お願いします。新宮ほのみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ続きあります。もう一つは、今回実施されるバトル企画の MC 兼プレイヤーとして頑張ってほしいというお願いだ。まあ MC といっても、各ホールのティーグラウンドで何番ホールにやってきました、どこを狙いますかとか、ナイスショットを打ったプレイヤーに今のはどんな状況で打ちましたと質問したり、もちろん自分がイケてるショットを打った時には、今のショットええやろどやとカメラに向かって話すくらいだ。皆さんとお話ししながら楽しくラウンドする、そういうことだ。たえちゃんには周りの皆さんを楽しく真剣にゴルフさせる、とても不思議な魅力がある。その魅力でみんなと切磋琢磨、笑顔でゴルフしてほしい。プロテスト前の一バトルを通じて勢いがついたら最高だ。あとお昼に一つ指令を設定しておいた。たえちゃんよ、そういうことでよろしくお願いします、ことです。はい、じゃあ今日は同世代のこの3名の方とバトルをしてきます。お願いします。今日はやっぱりみんなプロテストを受けるそうなんですよ。だから次期ライバルになるということで、今日も誰一人負けないように行きたいです。熱いみんなに勝ちますここグリーンが難しいから、もう手前にピンが切ってあったら、もう手前に落として寄せワンで、簡単なピンポジションだったら攻めてバーディー取っていきます。今日は私以外みんなピチピチなので、まだお若いので最年長頑張ります。負けないように頑張ります。たえちゃんにお願いしますお願いします。せーの、1 じゃあ今日のバトル内容は普通にストローク戦です。はい、で18ホールお願いします。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 
朝一。あ、安全牌ですね。安全牌。はい。グリーンかな。グリーンは、うん、ここはあんまりそんなんじゃないけど、うん、すごいとこもある、うん、奥に切ってあったら難しい。あ、じゃあ手前から、うん、全然打てんじゃん。打てそうです。起きました。起きた。じゃあよかった。雨降るのかな。雨なんか降らないんじゃない。降らないかな。台風どこ行ったの。台風は。どこ行ったんだろう。朝降ってましたよね。そうだね。降ってなかった。降ってなかった。止まった。こっちに。あ、そうなんだ、うん。こっちの方降ってた。うますぎます。怖い。頑張らないと。みんなパー、みんなパー、みんなパー、ね、危なかった。危ないグリーン重かった。重いですよね。めっちゃ重い。なんか左へと、左へと、左へと来いよ。じゃあ右目がいい。うん。ありがとう。
確かに。今日一番お姉さんなんです。はい。一番お姉さんっぽくないけど一番お姉さん。いやいやお姉さん今日。なんか前にもリンゴルフの動画に出てたことがあるとか。少しだけ出てました。はい、あれです日大の。日大の副主将として。副主将で出ました。日大ゴルフ部女子の副キャプテン。田辺さんにインタビューしたいと思います。お願いします。気持ち的になんかちょっと意識がやっぱ変わりますか。なんか4年生がしっかりしないと後輩がついてこないんで、そこはけじめっていうかオンオフをしっかりして、楽しむときは楽しんで、やるときはしっかりやって。なんか不思議なキャラだったみたいな。そう、不思議なキャラってなんかコメントにいただいたんですけど。そんな不思議じゃないです。笑い方がすごい面白いんですよ。嘘。特徴的。私好きです。笑い方。待って。笑いづらくなっちゃう。笑い方気をつけなきゃじゃん。そういう可愛いんですって。今日は不思議キャラでいきます。不思議キャラ。お姉さんキャラがいいな。お姉さんキャラでいきます。お姉さんキャラ目指しつつ。はい。結構長いですよ今日。長いね。いつもです。多分素が出ちゃうかもしれない。背めっちゃ高いですよね。いくつですか？172。なんか大学4年間でまた伸びた。そんなことあるんですか？そう。いいな。すごいよね。私は164なんですよ。え伸びるよ。伸びる？うん、伸びますか？伸びる伸びる。せめてあと1センチ。ジャンプしてたら伸びる。トレーニングとかジャンプしてたら多分伸びるよ。じゃあジャンプしますね。なんか伸びはしてます。ちょっと。あとよく寝る。いや、あ、それは大丈夫。全然覚えてないコース。ね、高校の時に、ね、何回か来てる。4、5回ぐらい来てる。お二人も週に何回ぐらいダウンとされてるんですか？週にほぼほぼ毎日ダウンしてます。じゃあ週3、週3、4回です小さいグラスバンカーみたいな越えてほしいな。ちょっと傾斜悪かったんですけど、エッジまで200だったんですよ。なんかちょっとツーオンできないかなとか思ったんですけど、いけなくグラスバンカーです。では結構近づいたんでバーディー狙いますね。はい。なんかみんなやっぱり飛距離大体同じぐらいで、ドラコン勝負です。ドラコン勝負。大ちゃんは今毎日ラウンドですか？最近はもう毎日です。プロテストまで1ヶ月切ったんで毎日毎日です。はい。そしたらめっちゃ焼けちゃいました。Thank you.
ナイス。同級生、ないですよね。ないですです。なんかインスタフォローしてるんだけど、よくジム行ってるしね。行ってる。どんなトレーニングしてるの？どんなトレーニング？なんかフォースダンスの先生で、コーチが。フォースダンス、フォースダンスフォースダンス、そうそう。で、なんか自分の体に合った体操とか、そう、か自分の体に合ったスクワットとか、あ、なんか違うんだ。そう、ただスクワットやることじゃなくて、あんまりウェイトとかはやんない。重いものとか持ってやったりはしない。自重、自分の体重だけでも、うん、あ、私もそういう方が多いかでもね、ウェイトはね、マッチョになりたいわけじゃないしそうそう、うん、自重系でも飛ばしたいみたいな。そう、飛ばしたいよね。タイちゃん飛ぶじゃん。ちょっと飛ぶようになった、やっとやっと飛ぶようになった。ね、トレーニングは必要だね。必要、飛ばしには一番大事だよね、やっぱり。たいちゃんナイスオン。いや、たまちゃんナイスオン。